カイハラフジと申します。アサシンクリエイティやっていきたいと思います。盗まれたのよ、盗まれて売られたの。頭の使いどころとパリストーリー、マダム・タッソーのためにジャンされた有名人の首を集めろ。首を集めんの、マジか。私はマダム・タッソー、老人形とデスマスクに精通してるのよ。処刑された著名な犠牲者のデスマスク政策を議会に約束させられたの。おぞましいけど、監獄から出るにはこうするしかなかった。それなのに預かってた首を誰かに盗まれてしまったのよ。探し出してくれない？待って、オッケー。なんか2箇所くらい出てない？バフォメット教団、パリストーリーか。多分これだよね。ちょっと、あれ、これがあれか、メインストーリーか。じゃあ俺今何やってんだ。メドロやってるよ。あれやれるときにやればいいやつよね。やっぱり建物がしっかりしてるな。間違えて降りちゃった。おお、何これ、大暴動起きてんじゃん。ちょっとどいて。すごいな。あそこに行けばいいんでしょ。あれ中なんかな。ここあれ突破すんじゃね。この先だな。あっちか、なるほどね。おまさかの。よし、こう出たからもう問題ないでしょ。で、再生と。あるのが監獄された、監獄から出たベレックを見つけて、あの老人から答えを引き出す時だと。まあ、前回ね、牢獄から脱出しまして、まあ、あのおっさんに会うのかな。どこ行ったんだろあいつ。ただの住所じゃ張り切りだよ。あ、そういうことか。サントシャペルの内部を調べる。あいつ邪魔じゃない？あ、バンペイじゃないじゃん。とりあえず登ろうか。あ、そんなに飛べるんだ。ここでしょ？すごいな、この内装がすごいな。で高の目かな。なんもないな。太陽の光ここ登るんじゃない？登れるかな。で、ここにこれがあるから飛び移る、飛び移る、飛び、あ、飛び移れた。絶対にこのメダルが関係している。こっち行ってみるか。飛び降りる、飛び降りる、降りる効果。ここには、あ、あった、インタラクトする。
内部調べるだよね。新たな目的地が出ましたね。あの上のとこかな。あ、下からは行けるんじゃないか。無理か。あ、間違えた。こっから登れるといいんだけどな。登るんだ。このメダルをどうすればいい？あ、登った。ここで降りて。どうすればいいんだ？腹をくくれたらついてこいか。なんかあるぞ。なんかあるけど登れるか？ここ登れないんじゃないか？移動して降りるか。光で何を照らすって言うんだ。どこにあったっけ。なんか視点が FPS になってる。光で何を照らすって言うんだ。あ、あったあった。ちょっと降りてくれ。よし。こっから。あれ、下に思いっきりアサシンの降りるか。これじゃないの。あれは一体どこにあんだ。屋上より上にあることない。光で何を照らすって言うんだ。あ、宝箱かな。光で照らしてんのこれじゃないの。光で何を照らすって言うんだ。教えてほしいね。ここに飛び移るんだ。光で何を照らすって言うんだ。こ
この上は何もなかったもんな。太陽の光だろうか。あ、そっか、そういうことか。これいいね。また動いた。飛べるかな、あんな方まで。じゃあ飛べるな。あれ上に行けばいいのか。お、やっと出てきた。なるほどね。あ、そういう仕掛けなんだ。で、この下に多分アサシンの関係するね、何かが。眠ってるってがあるんだろうね。遅かったな、小僧。なんだここは。聖域だ。ここで訓練を積んでいる。敵の目も届かない。穴蔵から出てきたばかりだろう。これは穴蔵じゃない、中枢部だ。これを使えば姿を見られずに町中を移動できる。どこも監視してる。本当か。視界に問題がありそうだが、見晴らしのいい場所の方が良くないか。ここは600年間使われ続けている場所だ。いつから暗闇の中で俺を待ってたんだ。今しがただ。業務が鐘楼から見つけた。大層な入り口だ。おちょくってるのか。いや、本心さ。やけに仰々しい。黙れ。着いたぞ。候補者よ、こちらへ。ん？真ん中に行くのか。おお、チャルル・ドリアンの子息が戻ったとはな。ベレックは来ないと言ったが、なぜ来た。もう過ちから逃げたくない。デラセールさん、父を、全てを正したい。デラセールの死に責任を感じているな。なぜだ。お前がやったのか。どちらにしろ責任は俺にある。彼は大きな罪悪感を背負っている。本当によろしいのですか。ああ、そうだ。試練と向き合えることだろうな。間違いないぞ。よろしい。闇を抜けて光の中へ、そして光から闇へ。鷹の道を通る覚悟は。助けがいるかって意味なら答えはイエスだ。なら飲め。飲む。
じゃあ今回ここまでにしたいと思います。多分アサシンの試練が